こんにちは、カオルンです。本日はビクターのワイヤレスイヤホンに対応しておりますスマホアプリ、こちらが超絶進化を果たして帰ってきましたので紹介をしていきたいと思います。イエイ。この僕カオルンチャンネルもですね、2022年の終わりにですね、この HAFX150T っていうねイヤホンを紹介してきました。そのね対応しているアプリになります。この HAFX150T はですね、このビクターチューニング、ビクタースタジオがチューニングをしたね、イヤホンの中で、こう、音もね、強化されていますし、あとはプロフェッショナルモードって言って、ビクタースタジオのね、プロデューサーの方がチューニングをしたね、EQ がね、何個か入っていたりとか、あとはね、唯一 ANC、ノイキャンに対応していたりとか、あとはね、アプリにも対応していたりって言ってね、結構ね、いろんな機能がね、たくさん入ってるんですよ。ただ、皆さんね、思ったかもしれない。唯一ね、アプリがちょっと機能が少なすぎるってね、思った方ね、いらっしゃるかもしれません。おそらくね、カスタム EQ あたりなんかね、皆さん自分でね、音をカスタマイズしたいって思うかもしれないので、そこら辺がね、入っていなかったんですよね。今回はね、カスタム EQ、そしてね、キー操作の割り当てなんかもね、もちろん入っていますし、あとはね、他にも面白いね、操作っていうのがね、いろいろアプリの中でありますので、まあ前ね、ちょこっと初期バージョンで紹介した時とね、被ってしまうところもあると思うんですけれども、まあ1から10まで皆さんにね、こう余すところなくね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん一緒にね、見ていきましょう。そしてね、このカオルンチャンネルはですね、こう音楽系の YouTube をやっております。歌ってみたとか、ギター演奏とか、このね、ガジェット系、イヤホンなんかもね、やっておりますので、皆さんね、面白いという方はぜひね、1000人目指してやってるので、応援してください。それでは、やっていきましょう。どうぞ。じゃあね、アップデートが終わったというところでね、上から皆さん一緒に見ていきましょう。このね、一番上がね、まずイヤホンのね、こうイラストがあるんですけれども、これね、タップするとね、黒とね、こうブロンズに切り替わります。これね、まあ趣味程度になるんですけど、自分のね、こう使っている僕だとブロンズなんですけれども、これをね、こう選択してそのままにしとけば、次回からね、この色がね、表示されるようになります。続いてマイクミュート、こちらはね、通話をしている時に自分の声を一旦ね、ミュートしますよっていう機能になります。あとはね、音楽の音量と通話の時の音量、ここら辺はね、こうアプリでできるんですけれども、ボタンでもできるので、まあ、ここら辺はね、瞬時に切り替えたい系のね、機能になりますので、まああんまりアプリになくてもいいかなって感じだとは思います。基本的にはボタンでやってください。あとはね、音量系はね、スマホ自体でやってもらえればいいかと思います。さあ次にタッチ&トークですね。こちら誰かとね、会話をしたいときに、音楽を聴いているとき、一旦ね、音楽の音量を下げて、そして周りの音をね、より取り込むっていうね、機能になるんですけれども、こちらですね、その音楽の音量をですね、自分で調節できるようになりました。まあ要はね、会話特化にしたいか、またはね、何かこう自分でね、作業をしたりとか、ながら聞きにもね、対応できるようになったっていうことですね。で、僕はね、ながら聞きのイヤホンはね、別で使ってるので、特にね、使わない。まあ基本的には音楽の音量をね、バチンとね、下げちゃうタッチ&トーク本来のね、機能が好きなんですけれども、まあこのイヤホン1個あれば、ながら聞きもね、一石二鳥でできるようになりましたよっていう機能になります。続いてタッチ&トークとノイズキャンセリング、これをね、オンオフで、まあアプリからでもできますよっていうことなんですけれど、これもね、オンかオフかっていうのは、このね、イヤホンで操作が簡単にできるので、まあそっちの方がやりやすいと思います。さあ続いてインジゲーターの点灯を抑制するっていうね、この機能が面白いですよ。イヤホン本体にね、LED がついていて、まあ、時と場合にね、ついたり消えたりするんですけれども、正直ね、耳につけている時ってね、見えないじゃないですか。なんでね、ついててもしょうがないんですよ。そういうね、なかなかこう、ついててもあんまり、まあ、意味がないかなっていうところはですね、このね、抑制するボタンをね、オンにしておけばね、点灯しなくなりますので、電力がね、まあ、消費できますよっていうところで、これね、オンにしておいた方がいいと思います。ぜひね、やってみてください。そしてね、これも面白いです。プロンプトを抑制するっていう機能。これもですね、イヤホンをね、電源つけて電源オンしました。接続しましたとか言ってね、こう案内が流れたりとか、あとはね、ピコンピコンピコンってね、よくね、効果音みたいなのが鳴ると思うんですけれども、これがですね、抑制してくれるっていうところでね、まあ必要最低限の電源オンした時とかはね、鳴るんですけれども、あとは接続した時は鳴るんですけれども、まあ他にね、こうノイキャンとか外音取り込みとか、まあいろいろありますけど、そこら辺の機能の中で
まあ、使わないものっていう、まあ、必要ないものっていうのがね、オフにしてくれますので、まあ、ちょっといろいろなっちゃってね、耳障りだなって思う方はですね、これもね、オンしといた方がいいと思います。あとはね、そもそもタッチキーを無効にしてしまおうというところでね、これもね、面白いですよ。ワイヤレスイヤホンだいぶ普及してきましたけど、まあね、中にはもちろんね、有線とかワイヤーのイヤホンをまだね、使っていて、これからね、ワイヤレスイヤホンをデビューするっていう方もね、もちろんいらっしゃると、思っております。でね、その中で、こうデビューした時に、こうね、出し入れの時にね、こうボタンがね、イヤホンについてるっていうのがね、なかなか珍しいので、触ってしまってね、こう操作をしてしまうっていうことがね、あると思うので、これをね、タッチキーを無効にするオンにしておけば、これ自体もね、こう抑制してくれて、押してもね、全然こう操作はない。まあ、効かないっていうことがね、できるので、ぜひね、使ってみてください。続いてサイドトーン、こちらが新しく加わりました。これね、自分でね、誰かと通話をしているときに、イヤホンがね、こう刺さっているので、自分の声がね、こもって聞こえるんですよね。そのこもってるね、音をね、こうなるべくメール用にしてくれて、普段ね、イヤホンをしていないときとね、同じぐらいの感じでね、喋れますよっていう機能になります。これね、後で通話検証でね、やっていくので、ぜひね、見ていきましょう。あとはね、従来からあります低遅延モード、ゲームとかで遅延が起きませんよっていうね、モードになりますね。この最後のサイドトーンと低遅延モードもですね、基本的にはボタンで切り替えができますので、まあそっちの方がやりやすいかなと思います。じゃあね、目玉のカスタム EQ、そしてね、キー操作の割り当てやっていきましょうか。これがね、カスタム EQ になりますけれども、カスタム1、2、3とね、あとはね、従来のサウンドモードも入っております。このね、カスタム1、2、3っていうのは、まあ、自分で好きなカスタム EQ を3つまでね、保存できますよっていうね、意味になります。はい、こんな感じで出ましたよ。一応ね、調節できる周波数の位置がね、3つまで選べます。今ね、1、2、3と書いているんですけれども、例えばね、1をね、こう変えたい場合はね、このね、周波数っていうところをね、こうスライドしながらね、いろいろ変えていけます。ただね、グラフだけをね、こうタッチしてね、動かすっていうことはね、できないんですよね。こう触ってもできないんですよ。基本的にはバーをね、動かしてやっていきます。あとね、細かくね、こう360何Hz っていうね、一桁目までに調節したいと思ってもね、こうね、動かしてちょっとね、離した時に、こうね、指がね、ちょっとだけこう反応してしまってるせいでね、動いちゃうんですよね。なんでね、こう1の位まではね、細かくはできないんですけれども、だいたいまあ 900Hz、1kHz、1.1kHz っていうね、ぐらいの単位でね、大まかに設定できると思ってくれればいいかと思います。まあね、100ぐらいにしておきましょう。次にね、各周波数のね、位置が決まりましたら、その周波数のね、ゲインをどれくらい持ち上げるかっていうのをね、選びます。これはね、0.5 ずつできるので、まあそんなにね、操作は間違えないかなっていう感じでございます。例えばね、周波数1はね、今 6dB 上げましたけれども、こちらはね、さらに9でね、まあどんぐらいね、範囲を広げるかっていうのがね、選べるようになります。まあ鋭くその位置をね、変えたい場合はね、なるべく9をね、上げてですね、あとはね、その周りの周波数もね、滑らかに変えたい場合はね、この Q をね、低くするような感じで設定してみてください。まあね、大まかはね、できないですけれどもね、一応ね、3つ選べてね、自分でね、好きなのもね、3種類保存できるので、まあ入っただけでね、結構ね、楽しいかと思います。やってみてください。続いてタッチキーのね、割り当てですね。こちらね、4つのパターンで作れるようになっています。音楽のね、両耳を使っているとき、あとは音楽の片耳を使っているとき、通話も同様で通話の両耳と、あとはね、片耳を使っているときでね、選べるようになっています。さあ、試しに音楽の両チャンを開いてみました。こちら見ていただくと、操作の方法がね、たくさんありますよね。1回押し、2回押し、3回押しから4回押し、5回押し、そして1回押して、その後にね、もう1回押して長押し、あとはね、2回押した後に3回目を押して、それを長押し、あとはね、最初から長押しっていうね、もうめちゃめちゃ種類ありますよ。これに対してね、それぞれ左とね、右でね、いろいろなね、操作が割り当てられるようになっております。試しにね、左 L ちゃんのね、1回押し、今はプレイポーズになってますけど、これをね、押すとめちゃめちゃあるんですよ。もうね、正直ね、今回入ってるイヤホンの機能がね、ほぼほぼね、どの操作でもね、すべて選べるようになっています。なので、本当に細かくね、自分の操作がね、こう実現、カスタマイズできるようになっているので、これはね、結構皆さんおすすめでございます。
このね、1回押して、その後長押し、2回押してね、その後長押しっていうのに対してはですね、この連続ボリュームアップダウンしかないんですけれども、まあそれ以外はね、ほとんどね、あるので、もうね、いろいろ試してみてください。逆にですよ、このね、カスタマイズが多すぎて、もうね、正直めんどくさい、やだっていう方はですね、もう最初のね、デフォルトでね、割り当てがありますので、それにね、従ってね、いろいろ操作してもらうとか、あとはね、この全部のね、操作に割り当てないで、1回と2回と3回押しだけにね、自分のカスタマイズね、割り当てるとかね、すればね、結構ね、少ない範囲でね、使えますので、ぜひやってみてください。まあね、自分で使う機能なんて全部はね、使わないので、もうね、そのぐらいでね、十分だと思いますよ。ということでね、キー操作もね、結構ね、いろいろね、カスタマイズできました。ということでね、アプリの方はね、これでね、全部紹介しましたので、サイト等のね、通話見ていきましょう。今ですね、HAFX150T を使ってマイクテストをしております。サイドトーンはオフになっております。マイクテスト。うん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 。アイウェイをサイドトーンオフにしてると、まあ通常のちょっと自分の声がこう響いてる。体の中で響いてこもっているような感じに聞こえます。はい。今度はね、サイドトーンをオンにしてね、喋っておりますよ。サイドトーンをオンにしております。まあね、だいぶ自分のね、声明瞭に聞こえるようになりました。透き通ってね、クリアな感じになっております。ただ、周りのね、音も少しだけね、入れちゃってるようなね、感じではございますけど、まあね、気にならないレベルかなという感じでございます。だいぶね、スッキリしております。これだったら、まあ、イヤホンをしていない通常のね、喋っている普段の感じに少しね、近づいたかなという印象でございました。はい、サイドとのね、通話見ていってもらいました。ということで、アプリね、結構楽しかったですよね。いろいろありましたよね。まとめに行っていきましょう。はい、ということで今回はビクターのワイヤレスイヤホンに対応したアプリ、こちらをね、紹介していきました。皆さんね、いかがだったでしょうか。まあ正直わざわざアプリにね、入れなくてもいいようなオンオフの機能とか、あとはね、カスタム EQ がね、なかなか細かくね、もう少しやりたいっていうね、方もいらっしゃるかもしれませんが、もうね、前のバージョンと比較してカスタム EQ とかね、キー操作割り当てもね、なかったですし、あとは面白い機能とかもね、なかったものもあったので、もうね、だいぶいろいろ入ってね、充実して楽しいね、アプリになったかと思います。皆さんもね、ぜひね、こう FX150T をね、ゲットした方ね、ぜひ見てみてください。やってみてください。そしてね、前回の本体系のね、こう動画の方もですね、下の概要欄にね、レビュー動画貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして今回のね、イヤホン HAFX150T のね、詳しい製品情報も下のね、概要欄に貼っておきますので、皆さんね、チェックしてみてください。はい、ということで今回もカオルンチャンネルの動画見ていただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。みんなね、今日も見てくれてありがとう。バイバイ。